はい、久保です。え今日は、えー、グロビパイソンによる最適化のモデリングの第3回目で、えー、多品種輸送問題というのをやろうかと思っていますで。これはあの前回扱ったあの古典的な輸送問題のもう少し難しい目の一般化で、えー、主に扱うのは、えー、ソナ問題の扱い方で。実際の問題というのは、まあ、ほとんどがソナ問題。 で一方、その教科書に載ってるのは全部素でない、まあ、密っていうんですけど、えー、そういう問題なので、まあ、この扱い方を知らないと、えー、実際っぽい問題はなかなか解きづらいでそのために、えー、使う道具としてはタプルリストというのを使っていこうと思いますで、えー、どういう問題かというと今度は工場から、えー、お客さんに物を運ぶんだけどそこにいろいろなものですね、えー、品種とか、まあ、製品と思ってもいいです 製品 K が輸送されるという問題を考えます。で、えー、と工場のインデックスは前と同じように J です。で、顧客は I。だから、工場 J から顧客 I に製品 K が輸送される量が X,I,J,K とします。で、ただし、工場1番では製品2、4しか作れない。工場2では製品1、2、3全部作れる 工場3では製品234しか作れない。ですね。だから、それぞれ全部の製品を作れるわけじゃなくて、その部分集合しか作れない。というのを、こういう辞書を準備します。キーが工場名で、値がそこで作れる製品のリストになっている。これがだからスパーシティっていうか、全部 IJK が全ての IJK に対して定義されているわけではない。というのを表す原因になっています。 定式化は普通の輸送問題と似てるんですけど今度サメーションが3つになりますサメーションってこの合計ね合計が3つになっていて全ての顧客全ての、えー、だ工場全ての、えー、製品、うん、本当は動かしゃいけないんですねその一部分ちょっと間違えてますけど一部分だけ XIJK が定義されていると思ってそれに対して輸送費用も CIJK と3つになる。 で、これは、すべての顧客とすべての製品、製品のインデックスは、このキャピタル K にしてます。に対して、そこに入ってくる量ですね。工場 J から顧客 I に入ってくる量の合計が DIK になっている。で、すべての工場に対して出ていく量は MJ 以下。これも、全部、全部の IK になってますけど、さっき定義したこのプロデュースという、 辞書で定義されているとこしか作れないっていうふうにやる必要があります。で、えっ、ー、と、まあ、一個の方法が、このタプルリストというのを使う方法です。これはあのグローブーに入っていて、マイパルプでも、えっ、ー、と、ちゃんと使えるようにしておきました。ま、あこれ名前の通り、これタプルですね。このカッコで、丸カッコで入っているのはタプル。そのリストになっています。このサラアップル、タローペア、ジローオレンジ。 シモンのアップル。これ何かっていうと、えー、まあ、この名前の人がまあ好きな、まあ、果物みたいなリストを作ってあって、それをこのタップルリストという関数に入れて出てきたのがこれです。で、これはグロービーのタップルリストになってます。ですね。で、それに対してこういうメソッドが使えます。セレクトっていうのが使えます。で、まあ、こういういろんな添え字が、添え字のペア 作ってておいてそのうちのこれアスタリスクっていうのはあの全部って意味ですねバイソンのすべ全て全てっていうの文字列で入れて、えー、2番目のこのタップルの要素がアップルになっているような全部を出してねっていうのをやるとこれアップルアップルを好きな人はサラアップルを好きな人は他にシモンがいるのでサラアップルシモンがアップルというそのここが一致するものだけ出してくれるというメソッドセレクトが使えるような。 でこれを使うと、えー、タプルのリストで与えたものに対して、えー、この要素がこのものだけを全部選んできてね、なんていう操作がまあ、簡単にできるようになります。でこれを使います。で、えー、今、需要量はそれぞれの製品に対してあるので、これ12345ってあるのが、えー、顧客です。1234ってあるのが製品です。でそれぞれの各製品の各 各顧客の各製品に対して、えー、需要量というのをこのように与えておきます。まあ、DIK ってやつですね。で、えー、I っていうのは、えー、今、この全ての IK の中に入っている I の集合。だこれが、えー、顧客の集合になります。この DIK に入っている K の集合。これがだから製品の集合になります。 で、えっ、ー、と、キャパシティに対しては前と同じようにマルチディクトを使って J と M。J というのが、えー、工場の集合。M というのがキャパシティ。この場合、この合計量3000だから、えー、3000というのを入れておきます。で、この問題の特色である、各工場1、2、3で製造できる製品の集合というのが違ってるよっていうのを、このように、えー、キーが、えー、工場のアラマスインデックス。値が、えー 製品のの部分集合のリストとして与えますでさらに、えー、ウェイトというのを定義してますね。これは何かっていうとそれぞれの輸送費用を計算した輸送費用というのは普通の輸送単価これ前と同じです、えー。顧客に工場から持っていくといくらかかる。でそれに対して本当は CIJK と製品によって違うでしょってのをやるんだけど全部入れると大変なことになる量が多いので製品の えと重さというのを定義してます。製品4つあったので、えー、4つのキーを持っていてそれぞれに対して重さが5キロ、2キロ、3キロ、4キロと違うでしょうとでその重さを掛け算して、えー、CIJK それ以上3つ持っている、えー、輸送費用製品ごとの輸送費用というのをここで定義していますで、えー、とモデル化に入りましょうモデルは、えー、モデルのクラスのインスタンスを作って で、例によって、空の辞書、X というのを定義しておいて、この X は何に対して定義するかっていうと、まあ、すべての IJK に対して定義したい。というので、こっちと同じですね。こっちと同じ。あ、でこれちなみに、K in Produce J。J っていうのは、工場のインデックス。だから、えっ、ー、と、すべてではなくて、この工場で製造できる製品 K に対してだけ CIJK を定義している。 で、X に対しても同じで、これ C の、えっと、これ辞書でしたから、辞書のキーだから、やはり、工場で製造できる製品に対してだけインデックスを回して、変数 X,I,J,K というのを定義しています。で、えー、さっきちょっと紹介したタプルリストというのをア r ク s というところに入れていきます。これ何かっていうと、I,J,K で、えー、X というのは、えー 顧客 I に、えー、と工場 J から製品 K が移動する可能性のあるときにだけ定義されている。それを全部入れると、この、えー、顧客、工場、製品のタプルで、えー、移動する可能性のあるものだけがアークスアークスってのはグラフィー理論で枝のことです。枝のこと。枝っていうのはどの地点からどの地点に持っていくって意味なんだけど、それにさらに製品が入っている。専門的に言うと多品主流のネットワークの枝と思ってください。 で、このアークスのをどう使うか。で、タップルリストを使っていくと、セレクトというメソッドが使いました。したがって、この最初の制約、すべての顧客、i とすべての製品に対して、add c o n s t r o m e t h o で、x, i, j, k を定義したい。だけど、だけど、まあ、この場合あ、変わらないんですけど、i と k というのは、この外側のループでこう定義されてるんですね。この顧客にこの製品が行くかどうか。 だから、i と k を与えて、残りの j はすべて、すべて、このアークスに入っているものから選んできて、x, i, j, k を合計する。っていうことが、このアークスセレクトで、えっと、できます。まあ、この場合実際、工場から出るところだけなんですけど、やはりその、この工場っていうのが、その製品を作る、作れる、作らないっていうのを制限されているので、このようにアークスセレクトってやって、工場は任意ですよ。だけど、 えー、アークスに入っているところだけ、ね、で定義することによって、えー、とスパースな全ての IJK に対して合計しないという定式化はできますそれが重、えー、要度に等しいとで今度は各工場に対して工場から出るだから今度はインデックスは J だけ定義されていて全ての顧客全ての製品工場から出る全ての顧客と製品についての IJK にだけ合計をしてください ということができますそれがキャパシティ MJ 以下になっている。この部分が、えー、とちょっと新しいところなんですけどで、タブルリストを使うと、まあまあ直感的にこのアスタリスクが全てだよ。指定するところはちゃんとその数字を入れることによって定義できます。で、これ目的関数の前と同じで、これはまあ X というのがその定義されているところすべてに対して IJK をかければいいんで、えっ、ー、と、まあ、こうやってかけます。で、えっ、ー、と、 最適化をすると、まあ一瞬で答えが得られて、えー、どっからどこに、えー、どの製品が、あのコモディっていうのはあの製品の、まあ品種、品種って訳すんですけど、まあ,あの意味としては製品のことです。どんだけ流れたかっていうのが計算できます。で、まあ実際そのアークスって今製品しました。で中では例えば、えー、最初の添え字、ー、が顧客だから、 顧客1に工場1から行っている製品はどれなんていうのはこのようにして2と4だけですよ。多分工場1では2と4しか作れないっていうふうに定義していたので、まあ、このようにして中では使っています。タブルリスト。ただ、私が実際モデル化するときにはタブルリストを使ってません。タブルリストを使わなくても書けます。で、まあ、あの、どっちがいいかっていうのはよくわからないんですけど、えーと、私は使わない書き方。 うが好きなので、まあ、それも紹介しようと思います。えー、とこの辺同じですね D を定義して IKJ を定義するで C というのは、えー、と輸送費用でここで ProduceJ を使っているので、まあ、スパースな、えー、辞書になっているで違う部分というとこの制約を書く部分ですねこれ需要の制約ですさっきここで、えー、とクイックサムの中でホール回すときにタプルリストを使ってました 使わずに、これですね。for j in j すべての工場。これはすべての顧客 i とすべての製品に対して工場から入ってくる量の合計が dik に等しいというのを定義してましたから、すべての工場って回しちゃうと定義されてない xijk が入ってきてしまう可能性があります。それを避けるために、この後ろに if 文をつけます。if ijk in x で、輸送問題の時は、えっ、ー、と、必要ないのに、これやってもらったんですけど、ここでは効果を発揮します。X というのは、えー、キーが、えー、その定義された IJK だけ入っているんですね。輸送可能な IJK だけ入っている。で、辞書のキーに対して、if 分で入ってますかって聞くのは、実は非常に早く計算できる。オーダー1時間で計算できる。ので、えー、この後ろに if 分つけても、スピードは全然変わらない。だから、ップリリストなんて使わなくても、後ろに if 分。 つけて定義されている X についてだけ合計してねってすると、えー、この内包表記の中で、えー、とさっきよりも多分簡単に書くことができます。で、えー、と工場に対しても同じで工場に対して 4I、えー、in I すべ、まあ、ての顧客に対して後ろにまた4つけて 4K in K すべ、えー、ての製品に対してすべての品種に対してでやった後に if 文つけられます。 If i fijkinx 定義されている x についてだけやってくださいというとこれでも全く同じように定義できて多分こちらの方が直感的で、まあ、スピードは同じでできるので私はこちらを使っていますちょっと長くなったのでこの辺で切ろうと思いますではまた